田辺啓二の音楽をいっぱいいじっちゃうぞビデオズ。田辺啓二の音楽をいっぱいいじっちゃうぞビデオズ。こんにちは、作編曲家の田辺啓二です。今回いじるプラグインは前回に引き続きデニスサウンドパック with クロトススタジオです。前回のはわりかしもうね、仕込んだやつをね、こうこんな感じですよっていう風にやったんですが、今回はガチで、こんな風につけたらいいかな、こんな風につけたらいいかなってこうね、サウンドをね、視聴しながらやってみたいと思います。はい、それでは、前回に引き続きクロトススタジオを、いじってみたいと思います。前回はね、ちょっとね、ある程度作ったやつをまあこうね、お聞かせしたんですが、今回はちょっと、ガチというか、その作る工程選ぶところから、お見せしたいと思います。うまくいくかどうか、さてやってみましょう。まずはこう外で撮ってきたね、本当ね、今ね、動画を取り込んで、こんな感じの音になります。よいしょ、ね、足音がねこう聞こえますよね。鳥の音とかもありますし、ちょっとねこう走ってみたりね、こんな感じの動画に音をつけてみたいと思います。まあまず1個ねロードして、どれがいいですかね。さあですね、まあやっぱりフォレストとかですかね、こんな感じ。川がねないんで、川をこれか、これね、これが川か。ちょっとじゃあこんな感じにしといて、こんな感じですかね。これでちょっと、もうこれでもうだいぶっぽいといえばっぽいですよね。じゃあまあこれだけだとまあね、あまり動きもないんで、まずそうですね、オートメーションを書いてみましょうか。このね動きを、こういうような動きをね、よし、じゃあ書いてみましょう。よし、じゃあこの辺から始めて、じゃあオートメーションをラッチで、はい、いきます。はい、という感じでまずオートメーション書いてみました。じゃあ次のオートメーションね、ちょっと川が近くにあるかのような、こんなね実際鳥というかカラスみたいな鳴いてないですけどね。はい、ね、今オートメーション2つやりました。これでもまあそうね、リアルにはなってると思うんですが、これにねもっと別なやつをチョイスしてみましょうか。例えば、何これ、カントリーサイド、これどうだ、ちょっとさっきのに似てますけど、ちょっと複雑な音を作るためにこっち水か、なんか例えばこれをさっきのと足してみて、これね、でこんな感じにしつつ、これ今歩いているので靴の音ですよね。なんだ、フットステップか、フットステップスでブーツをチョイスして、こんな感じに、じゃあちょっとこれはうち、もうこれノートでね打ち込めるのでちょっと見ましょうか。こんな感じでね、
きます。はい、こんな感じでどうでしょう。で、この靴のね、あ、ちょっとうるさいね。靴の音も、これね、この水のところとか、ね、ちょっとこう、こう下の素材がね、こう、こう、だからここの今のところでちょっと乾いてるので、こんな感じのところでいくと、で、ちょっとピッチを低くしましょうか。もうちょっと大きい靴ね。はい、このような感じにですね、わりかしリアルにね、音がつけられると思うんですが、ちょっとね、これだけだとまあ、ね、リアル方向なんで、例えばフィクションじゃないですけど、違う方向、例えばどれがいいかな、どれがなんだっけな、どれがいいんだ、アパートメント、スターシップ、あ、これどうかな。お、例えばこんな感じですよ。ホラー映画っぽいね。こういうのだと急にねホラーな感じになりますよね。で、足跡をちょっとねこう、はい、いかがでしょうか。こういうね、全く違う音をつけてみるのも面白いですよね。あと他になんかありますかね。なんかね、あ、じゃあちょっと別な音今度つけてみましょうか。これどうなの。これウェポンでしょ。ウルシホーリー、あ、ホーリー、あ、これはあれか、キーボードタイプとかの音か。シネマティック、あ、この辺ね、どうですかね。なんかこう行方不明になったね人を探しに行くとか、さていかがだったでしょうか。ジェネシスサウンドパック with クロトスタジオ、はい、今回は撮ってきたやつにね、音つけて見ました。一からね、やってみました。そして、自然な感じからありえない感じね。で、音つけてみたりしてね。ちょっとね、やっぱ音がやっぱつくだけで雰囲気で変わりますよね。やっぱりその、効果音、BGM の重要性っていうのはありますよね。これね、自分でね、撮ってね、趣味というかね、面白く音つけてみても面白いと思います。そしてもちろん楽器の音とか入れてみれば、よりね、ドラマ性が生まれると思うので、皆さんもね、ちょっと空いてる時間とかね、まあ空いてない時間でもちょっとね、ガチの MV を作ってる時にそうにやってもいいと思います。それでは。